七クマ。俺は藍沢遥か、七クマ学園高等部に通う2年だ。俺のクラスは2年1組か。あ、俺らのクラス、しじまさんがいるぞ。マジで？うわ、ラッキー。え、みなと様が同じクラスなの？はわ、幸せ。今年同じクラスになったしじまみなとさんは、美人で頭が良く、しっかりしていて、学園のマドンナなんて呼ばれている。1年の時にはクラスの男子全員に惚れられ、女子全員に憧れられていたなんて噂まで聞くことだ。しじまさん、俺、早川って言います。同じクラスになれて嬉しいです。俺、山田っす。どうぞよろしくお願いします。みなと様、同じクラスになれて光栄です。一生ついていきます。え、何これ、競争？めちゃめちゃ崇められてんな。どうぞよろしくね。はい。はるか、同じクラスになったな。おお、学ぶか。遠谷学は高校入学して学校の雰囲気に馴染めずにいた俺に声をかけてくれて仲良くなった。こいつがいなかったら俺はすげえつまんねえ学校生活を送ってただろう。相変わらず港様進行すげえな。話には聞いてたけど、初めて目の当たりにしてビビった。私立の金持ち学校特有の雰囲気って感じで、やっぱ俺には馴染めねえわ。学ぶは俺と違って中学入学組なのだが、小等部や中等部からの持ち上がり組のセレブとは合わねえらしく、俺を見つけて声をかけてくれたらしい。これから始業式始まるから廊下並べ。あ、行くか。あ、お？なんかしじまさんがこっち見てた気がするけど、気のせいか。始業式終わったから教室戻れ。理事長の挨拶はなかったな。理事長はめったに顔出さないレアキャラだからな。入学式でうちの理事長がクマだって知った時にはビビったっけ。もう、はるか声がでかい。これは学園のトップシークレットなんだから、風紀委員に捕まるぞ。ごめん。それじゃあ黒板に席順書いてあるから座れ。しじまさんの席どこだ。隣座りてー。俺の席はっと、お、はは、隣よろん。すげえ、隣って初めてじゃね。だな、楽しくなるな。後ろはしじまさんか。うわ、気まず。どうも。よろしくね。相沢くんって。静かにしろ、これからの予定を話すぞ。あ、ごめん。大丈夫。始業式くらい午前中で終わってほしいよな。ほんと、がっつり初日から授業とか鬼だよな。ちょっと邪魔なんだけど。あ、ごめん。移動するか。うん。はるか、お前後ろがしじまさんで災難だな。まあ別にしじまさんのせいじゃないし。あ、戻るか。うん。相沢くん。何？席移動させちゃってごめんね。気にしないで、しじまさんのせいじゃないし。え、めちゃめちゃ見てくんな。こんな間近で美人に見つめられたら照れんだけど。授業を始めます。それから俺は毎日しじまさんに見つめられてるような気がする。しじまさんって目が悪いのか、それともいつも俺の視線の先に何か見たいものがあるのか。はるか、昼飯食おうぜ。おう。はう、今日のランチもうまそうなのばっかだな。俺、日替わりの比内鶏の唐揚げランチにするわ。俺もそれいいなって思った。でも今週のスペシャルの松坂牛のすき焼き定食もそそるんだよな。金持ちが多く通う七熊学園は寄付で財源が潤ってるのか、豪華な学食をかなりの割安で食べることができるので、庶民の俺には天国だ。うん、まあ、はあ、七熊学園受かってよかった。こんなん普通に食べらんねえもんな。あそこはさらに別世界って感じだけどな。金持ち組たちはコース料理を頼んでて、ウェイターがその都度前菜やスープなんかを運んでくれる。なあ、しじまさんってはるかのことよく見てるよな。あ、やっぱ俺の勘違いじゃなかった。お前、しじまさんと関わりあんのか。小等部から七熊学園通ってるような金持ちのお嬢様と、公認になって初めて同じクラスになった俺がどう関わんだよ。だよな。学ぶに紹介しつつも、あんな美人にずっと見つめられたら、単純な思春期男子としては意識せずにいられない。相沢くん。え、授業中に何だ、どうしたの。はい。ああ、誰に回したらいい。しじまさんでもこういうことすんだな。え、俺？相沢、まだ当ててないぞ。
あ、すみません。じゃあ、次んとこ教科書読んでもらうか。39ページ2行目。サンキュー。はあ、焦った。まだ授業中だし先生に怒られたし、ここでメモを開ける勇気は俺にはないぞ。え、はるか？トイレ行ってくる。腹痛か？うわ、女子から手紙もらうなんて初めてだ。まだラブレターって決まってねえけど。どう受け取ればいいんだ？俺はその日、そわそわしながら一日を過ごすことになった。はるか、帰んぞ。あ、ごめん。今日は先に帰ってくれ。あ、なんか用事か？もし先生に何か頼まれてんなら俺も手伝うぞ。いや、大丈夫だから。学ぶがいいやつすぎて、嘘ついてるみたいで胸が痛いな。わかった。じゃあな。おう。それにしても、こいつら帰る気配ないよな。あの、私、今日は用事があるので、ここに残らないといけなくて。それじゃあ俺も残ります。何でも言いつけてください。むしろ港様は私たちに命令するだけでいいんで、なんなりとご命令を。うわ、しじまさんに見られてる。私、相沢くんに話があるの。だから帰ってくれない？え、相沢に？どんな話ですか？それは言えないわ。あんな高等部入学組と話す必要なんてないですよ。そうです、何しろ港様は誇り高き小等部入学組なんですから。庶民が金持ちに関わるなってか？それは私が決めることでしょ。帰ってくれる？はい。ほら、お前らも行くぞ。港様、失礼します。これから何が始まるんだ？相沢遥くん。はい。私に見覚えない？え、どういう意味？しじまさんのことは高校入学してすぐに知ったけど、俺たち何の接点もないよね。私はずっと好きだったのに。え？私のこと好きじゃない？綺麗だとは思うけど、しじまさんのことを恋愛対象として考えたことないよ。私のこと好きになれない？だって俺とは世界が違うっていうか。付き合ってくれないの？みんなに崇められてる教祖様って感じで恐れ多いっていうか。私だってただの女の子だよ。ごめん、そうだよな。しじまさんだってただのじゃないけど一人の女の子なんだ。あのさ、でもやっぱりしじまさんは俺にとっては遠い存在で、なんで俺を好きになってくれたのか分かんないんだ。だったら分からせてあげるから来て。え？ここは？私の家。でけえ。さすがお嬢様。来て。うわ、廊下に飾られてる絵画とか置物とかも高そうだな。あ、でもなんかここを前に歩いたような気も。デジャブか？ここ入って。うわ、広い部屋だな。ここ私の部屋なんだけど、これでもダメなの？え、何が？それなら。しじまさん、一緒にお風呂入ろう。え？ダメ？いや、あの裸で一緒に入ったじゃん。え？本当に覚えてないの？はるくん。はるくんと呼ばれて俺の胸が鼓動を打った。そんな呼び方をするのは。え、みなちゃん？みなちゃんだけだ。ようやく思い出したの？私ははるくん見てそうじゃないかなってずっと思ってたのに。ひどい。ごめん。だってみなちゃんすごく変わってたから。俺とみなちゃんは同じ幼稚園だった。みなとって男みたいな名前。女の子だもん。それに髪も短いじゃん。伸びるもん。みなちゃんはみなとって名前や髪の毛が伸びるのが遅かったことから男の子みたいだとからかわれていた。みなちゃんをいじめるな！あ、はるかだ。女の子みたいなはるちゃん来たぞ。対して俺ははるかって名前で髪の毛が肩まであったから女の子みたいだとバカにされていた。こら！うわ、はるかが怒った。逃げろ！みなちゃん大丈夫？はるくん来てくれたから大丈夫。そっか。はるくん、私男の子みたい？あいつらが言ったこと気にしてるの？でも、はるくんに男の子みたいっ
って思われるのは嫌だ。みなちゃんは可愛い女の子だよ。本当に？うん、だから凛としてればいいよ。凛？うん、うちのじいちゃんが言ってた。凛とした女の人は魅力的だって。魅力的？僕もよくわかんない。みな、凛とした女の人になる。うん、だからみなは春くんのお嫁さんにして。ん？言えない。みなとはずっと仲良くしてね。うん、そうだ、今度みなのお家遊びに来て。うん、行く行く。お風呂で水遊びしよう。しようしよう。けれど俺たちは幼稚園を卒園して別々の学校に入学、それから会うことはなくなったのだった。私、七熊学園に入って春くんと離れてからも、春くんの話してた凛とした女性になるために努力したの。そしたらいつの間にか周りの取り巻きが増えてた。え、俺のせい？そうだよ、春くんのせいだよ。容姿だって女性らしく見えるように、勉強だって頑張ってきたのに、せっかく再会できた春くんは私のこと覚えてなかった。だってあのミナちゃんだよ。そりゃ気づくはずないよ。それに俺、ミナちゃんの名字を覚えてなかったし。何度もじーっと顔を見つめたり視線で追ったりしてたのに。それには気づいてたけど、目が悪いのかなとか、俺の先に何か見たいのがあるのかなって思ってた。何度も続くうちに、さすがに俺のこと見てるの分かったけど、なんでなのかは全然分かんなかった。私のこと忘れちゃってた？しじまさんとみなちゃんが結びつかなかっただけで、幼稚園の時のみなちゃんを忘れてたわけじゃないよ。その俺の初恋だったし。私も初恋だよ。でもあのみなちゃんが成長したしじまさんで、ずっと俺のことを思っててくれてて告白してくれたっていうのは、正直戸惑ってる。嬉しいけど混乱してるし、みなちゃんは初恋だけど、今のしじまさんのことを俺はよく知らないわけだし、簡単に付き合うとかしちゃいけない気もするし。へたれ。まあ正直取り巻きが怖いってのもあるけど、でも何よりみなちゃんは俺にふさわしい女性になろうと努力してきたのに、何もしてなかった俺がそのまま受け入れるのはなんか失礼っていうか、男として情けない気がして。はるくんは、はるくんのままでいいの。そんなはるくんが好きなんだから。みなちゃん、今すぐ好きになってくれなんて言わないから、私のこともっと知ってほしい。知って少しずつ好きになってほしい。うん、じゃあ。ええ何してるのみなちゃん。まずは私の外見を知ってもらおうかと思ってお風呂入るでしょ。いやいやいや、それは違うから。え、なんで？裸の付き合いって言うでしょ。俺たちもう幼稚園児じゃないの。思春期男子にこんなこと言ったらダメ、絶対。でもはるくん、私のことまだ好きじゃないから危なくないでしょ。危ないとは言いたくないけど、こんな美人で魅力的なミナちゃんを目の前にしたら耐えられる自信ないから、お願いします。うん、わかった。何笑ってんの？こっちはかなり疲労困憊なのに。意外と脈ありかもって思って。うが、俺がミナちゃんに落とされる日は近そうだ。皆さん、おはようございます。しじまさん、おは…って…ちょ、ミナちゃん、腕…みなと様？やはりあの日みなと様が相沢くんに告白を。私たち幼稚園からの幼馴染で、春くんと高校でようやく再会できたの。誰も私たちの恋路を邪魔しないでね、春くん。これでいいでしょ。え、なんかいろいろはしょりすぎじゃない？私は春くんと一緒にいられればそれでいいの。近すぎだよ。ダメ？ダメじゃないけど、幼稚園からの幼馴染みか。乾杯だ。尊い。やっぱ幼馴染み最強。しかも高校生になってからの再会とか燃える。なんだかんだよかったじゃん。訂正、俺はミナちゃんに
完全に落とされた。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。